じゃあこれから部屋ですね、取っていきます。はい、901、あ、何だったかな、忘れました。ちょっと概要欄見てください。はい、棟の9階ですね、比較的低層階ですが、はい、このね、この向きですよ、このスカーッと広がっているこちら向きに広がる3ベッドルームです。ここですね、3ベッドルーム、ここをご紹介しますね。はい、まず入り口入って、110平米の3ベッドルームです。はい、入り口入って必ず玄関周りの収納がありますね。かまちがあって、ここから、はい、部屋が広がるんですけど、はい、入り口の付近に一つ、バスルーム、トイレがあって、ここがサブのベッドルームが一つ目で、この横にもう一つのサブベッドルームが来てですね、サブベッドルームが来て、でこの先に、はい、左側がメインのベッドルーム、それと反対側がスカーッと、このちょっとね、斜めに切れ込んだようなリビングルームなんですよね、リビングダイニングがあります。でちょっとここはまだね、オーナーさんがこれから家具入れるんですよ、うん、だからまあずっとこの状態。はい、でここはね、まあ、韓国の人たちもいっぱい住んでるんですよね。はい、ですので、まあ、韓国人の方っていうのは家具ごと引っ越してくるんですよね。なのでごちゃごちゃしょうもない家具入れるなと、俺たちが気に入った家具で宿借りのようにどこに行っても一緒について持ってくるんだよっていう風な人が多いので、まあ、一応それに合わせて何も入れてないだけで、はい、家具欲しいといえばちゃんと入れます。はい、なのでここがいいなと思ったら、うん、ここでダイニングテーブルから、こう今もう冷蔵庫も入ってませんけど、ここに横広の観音扉の冷蔵庫も入れてほしいというふうに言えばいいだけの話です。はい、110平米の3ベッドですよね、まあ、L 字型にちょっと今汚れてますけど、まあまあ綺麗にします、これはね。はい、L 字型のキッチンがあってこんな感じ。はい、でこの横のメインベッドルームがここあって、でまあ、ここももちろんベッド入れますよ。はい、で、ここに収納があって、このメインベッドルームに通じるここがバスルームですね。バスタブがあります。バスタブがある、うん、ちょっとなんていうのかな、これ多分浄水ろ過してるんですね。 ろ過の入ったやつをちょっと入れてくれたりしてますよね、うん、でお手洗いの前に細かいですけど、はい、トイレットペーパーがあるんで、後ろにねぐにゃってこう、はい、体を反転させて取らなくてもいいと、はい、っていうような、これメインベッドルームですね、うん、はい、こんな感じ、はい、こんな感じです。形わかりますかね。はい、じゃあちょっと順番に行きましょうかね、まあ、入り口から行きますか、ね、はい、入り口がありますが、まあ、やっぱりメトロポリスじゃないな、スターレイクの特徴ですね、この入り口付近の収納ですね、こうついだいたい一緒ですね、うん、穴があって上下高さを調整できる棚がちゃんとついてて、でこういうね、はい、収納、ここは機械室、機械の、ところもありますけど、あとは収納ですよね、うん、ゴルフバッグなんかもここに置くこともできて、細かい棚、はい、高さ調整のできる、高さ調整できる棚があって、で上もそうですよね、高さ調整のできる棚、これが L 字型にドーンとこう広がってるわけですよ。はい、まずこのね、この収納がある、はい、3ベッドルームにプラスのこの収納ですよ。はい、各ベッドルームには収納クローゼットがありますが、それプラスここにもある、はい、収納が多いですよね。はい、収納が非常に多いです、このスターリークっていうのは。でちゃんとね、玄関と部屋のね、境目、かまちというんですけどもね、これがありますね、うん、でここがサブのバスルームですね、うん、バスルーム、はい、まあ、相当の便器があって、ヒップシャワーなんかもついていて、でここはグラスシャワーですね、グラスシャワーになってると、はい、もちろんこのこういうね、よいしょ、はい、ガラス鏡の後ろにも収納になっているということですよね。はい、でここがサブのベッドルームですね。各部屋に必ずエアコンがあって、これサムスンのエアコンなんですけど、効くんです結構ね。はい、つけた瞬間にふわっとすぐにね、はい、涼しくなると。
この向きですよね。この低層階のビラがふわーっと広がってて、その向こうに、まあ、高いマンション群が立ち並んでて、あの辺にね、はい、マックスバリューがあるんですよね。イオンのマックスバリューがあって、まあ、ちょっと遠いんですけど、この敷地の中はもう見ての通り空いてるので、まあ何でしょうね、自転車でも全然 OK だし、電気バイクでも全然さーっと行ってね、まっすぐなんで5番の目のようにこうもう開発されてる、はい、あの都市開発の場所なので、はい、向こうにサムスンの、ね、研究所が見えてます。でここは各部屋にこういっぱい、ね、網戸がつくんですね。この網戸、これはいいですね、はい、あの涼しい時は開けて風通しを取ると。で意味ての通りもピアグラスですね、音は完全に遮断をするという結構なピアグラスを使ってるんですが、もともとここはでもそんなうるさいとこじゃありませんねこのマンションが林立してるあの辺はちょっとやかましいかもしれませんけど、ここは、はい、あのこの自分のところの敷地に、ね、6棟建ってる、6つのマンションが建ってる、あ5つかな建ってるところだけなので、ここに住んでる方しか、はい、あの行き来しないというね、そういう、まあ、限られたエリアですよね、はい、収納もここは洋服ダンスですね、があって、サブのベッドルーム、まあ、ここは別に、まあまあ、ベッドももちろん入れますし、はい、あのベッドはもちろん入れますね。でこの先がもう一つサブの、はい、ベッドルームですね。ここにクローゼットが壁面いっぱいにドカッとあります。でもちろん個別のエアコンもちゃんとついています。向きはこちら側ですね。この向き、これ北向きですね。ちょうどこっちが北向きです。はい。こうスカッと抜けてていいですよね。この感じがね、なんとも言えない。はい、なんとも言えない。そこに入り口があってね、そこからバイク、車が入ってくるので、この敷地の中は静かだし、敷地外もこの感じですから、戸建てが並んでる。高い、いいですよこれ。1億以上はすると思うんですけど、もう全部売れてると思うんですけどね。これを買った方が住むか、買ったベトナム人から借りてる外国人がいるか分かりませんが、はい、そういう、まあ、エリアに立つマンションなんですよね、はい。でこの先が、このリビングルームですよね。ここに、はい、冷蔵庫が来ます。でリビングにも棚が来るんですよね。リビングに棚ってあったっけな、リビングに棚があったかってちょっと一瞬ね考えてしまうんですけど、この感じですよ。これがリビングにもあるんですよ。わかりますかね、これがリビングにあると。本棚欲しいな、別に扉はあるけど、はい、ブックシェルフの代わりにもなるかなと、はい。でこれもやっぱり見ての通り、あこれは違うの、これは動かせないけど、ここは高さが調整できる、穴がねこうついてるので調整できる。下もそうですよね、動かない棚と動かせる棚がこう組み合わさってる感じですよね、はい。これがあるんですよ。結構ねこれ収納が大きいですね、はい。でこの向きですよね、はい。で網戸が2つ、このこことで、もう一つここにも網戸が来ると。レースのカーテンと遮光カーテンが来ます、はい。まあ完璧ですね、完璧です、はい。っていうのがこのリビングですね。形はちょっとね横にこう斜めになってるので何とも言えない、はい。ここにテレビが来るんでしょう、ね。ダイニングテーブルをどこに置くかちょっとね、まあ、考えたらいいと思うんですけど、この辺にダイニングがテーブルが来て、ここにソファーセットを置くんでしょうね。でここでテレビを見るという感じです、はい。で洗濯機はここに来ると思います。まだ入れてませんけど、はい、蛇口があって電源があって排水口があるんで、ここ間違いなく洗濯機で、ここのねスターレイクの特徴はこれね、ファンが回ってこう乾燥させるんですよ、ここが、はい。こんなのがあるんですよね。でこれよく見ると網戸なんですよ、これ見てくださいよ、網戸なんですよ。だからまあ、ここでこう洗濯物干したりするときに、あれこっちも網戸すごいな、全部網戸か、これは動かないか、おこれは動かない、はめ殺し、あ違うか、はい。こんな感じでね、はい、下がスターレイクの、まあ、ちょうどコーナーですよね、はい。全面網戸、もちろんこれぐるぐるって引っ張ったら目隠しできますよ、もちろんね、はい。
だからここで作業してても蚊に刺されないというか、結構行き届いてますよね。向こうの端にも網戸が来ます、うん、だから天日干しというか、ここで干して乾かすというね、乾燥機でもあのキューッとこう衣服があの縮んじゃうのをもう覚悟で洗濯機回した後に乾燥機っていう手もあるんですけど、まあ、あの干して乾かすっていうことができるってことですよね、うん、でここが一口のキッチンシンク、大きなキッチンシンクがあって、小物をこう置いたりするホルダーがちゃんとついてて、三つ口の IH のクッキングヒーター、あとまあお皿とかね、お鍋、包丁、はい、あとフライパンとかね、はい、その辺のものとか、お皿とかね、コップとかグラスとかお茶碗ね、はい、その辺もあの大体何人ぐらいでお住まいになるかということを聞いて、一式ちょっと用意してもらう、はい、オーナーと交渉することもできますし、あのもう自分でね、日頃使い慣れてるものを持ってきますとでも結構です、はい、110平米の3ベッドルームなんですよ、はい、この部屋、まあ、きれいに整えて磨いて、家具をしっかり置いて、電化製品をしっかり置くと、はい、そこはオーナーさんは言ってくれてるので、ここが気に入るかどうかだけ、はい、9階という、まあ、比較的低層階にはなりますが、向きがいいですよね、こっちの向きなんで、うん、これをどう見るかですよね、はい、スターレイクも結構あの今ね人気がありましてね、はい、スターレイクを目指すお客様が今日本にいらっしゃる方で、いろいろ考えてやっぱりスターレイクをもう限定でここであのロックオンして探しますっていう方もいらっしゃって、はい、まあ、そんな方のために今ね撮ってるんですけどね、はい、この感じですよ。ここもこれ網戸ですね。あ、そうか、これ開けてこう結構重たいサッシ、すごいね密閉性が強い、はい、この網戸ですよ。こうやってね、はい、網戸で、まあ、あの気候のいい時はね、もうエアコンなしで、はい、もうあの網戸だけでね、外の空気で十分過ごせるっていう時がありますんで、10月11月ぐらいから以降ですね、はい、っていうようなために網戸をね、このスターレイクは結構つけてるオーナーが多いんですよね。でエアコンはもうビルトインですね、ビルトインです、各部屋にビルトインあります。でお湯のタンクは、まあ、上に80リットルかな、はい、メトロポリスのようにセントラルヒーティングじゃありません、それはありません。肩までゆったり疲れなきゃダメだっていう人はメトロポリスに飛び込んでいただくしかないですかね、はい、この辺で、お湯セントラルの、はい、アパートを探すのはちょっと難しいし、ありますけど高いですね、非常に高いです、はい、どうでしょうかね、まあ、概要欄に載せておきます。税金管理費込みで2000ドルは切ります。110平米の3ベッドルーム、はい、スターレイクの3ベッドで2000ドルはギリギリ切る感じ、はい、ですね、うん、まあ、あの内覧等のご希望があればいち早くハノイリビングまでお問い合わせをしてください、はい、以上スターレイクの、901A か B か忘れました、はい、向きがね北向きのこのスカッと抜けてる向きの3ベッドルーム110平米のお部屋のご紹介ですね、はい、以上レポート終わります。